とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクロランジョーズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー更新ですね。18回、こんな短いことあったっけ。なんかほぼ見たことない気がする。まあ特にありませんね。行きましょう。18ということはボスが多分5回とかで出てくるんじゃないの。相当早くボスは出てくる気がする。いやー戦いにくい、戦いにくい場所本当に。で多いしね、これこういう時に限って結構多いのよ。危な。でもまあ回復アイテムも少しは出てるんで、まだちょっと安心感はあるね。いやしかし敵多いぞ。スタンかなんか入れたがいい。いやスタンはいまいちだな。はい行きます。あークレイモアかな、持っていこう。で持って単純火力を上げていきましょうか。鋭利追い打ち、これでいく。ボスが最初、おお、あ、なんか覚えてるぞ。ムーシュルーム、そういや出たことあったね。あ、ムーシュルームがこのステージで出たの俺覚えてるの。っていうことは、あっ、これもう嫌なやつ。いやしかしこれは戦いにくいぞ。オッケー、よっしゃ、オッケー。結構これノックバックしてくるからやりにくいな。オッケー、いけ、いいね。これ普通の剣できたら結構きつかったよ。よかったー、よし、オッケー。ホルン、あーコグ、あー、うー、虚無の矢筒あった方が良さそうな気がするんだよね。矢筒でいきます。でこの辺で戦ったが良かったとか、なんかそういうのがあった時があるんだよね。今回か、いやそうでもない。いや結構きついぞ本当に。おお、嫌なやつ。終わり、終わりであって、そろそろ終わり。まあそうね、虚無の矢筒どうかわからん。ボスが早めに来るなら必要だとは思う。まあこれドラです。ここか。いやなんかね覚えてるよ。うん、なんかすっごいやったことある。18回だけども、はい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 、待て、危ねよし、まだ来るぞ。よし、あ、食らってる、あぶねえ。よし、はい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 、マルチで行くときつそうな場所だね。行きまーす。あー虚無が入ってないからね、良くないな。
防具変えようか。火力は落ちるけども耐久力がだいぶ上がるね。雪玉に行きまーす。そろそろボスじゃない？違う、あ、でもなんかあれだね、ボスが2体しか、あ、違う、あれだ、キャプテンだ、あれはキャプテンが2体しか出ない時があったよね。まあ、この回かは分かんないけど、あ、もうめちゃくちゃ戦いにくい、ここ。これ、えらいこっちゃだね。よし。うそ、まだいるの？ちょっと待って、苦手なマグマキューブが多すぎるよ。よし。あ、リンゴ欲しい。よっしゃー、ぶねー。ここむずっ。5回結構むずい。うん、これ防具これじゃなかったらきつかったな。変えよっか。いや、いや、行ってみよう。いや、虚無だからこっちじゃない方が良かったかな。雑魚的にはね、こっちの方が全然有効なんだけど。そうね、強打も入れとけ。ボス次第よ、ボスが何出てくるか。おーい、これ短い分難しくなってる感じ、難易度が高い感じかな。いや、そうでもない。よし、終わり。よし、ここ、あー、カメいいじゃん。画面に変えとけ。で、次ボスでしょ。何ユニークか。まあ武器を上げましょうか。あ、だったら防具そのままでフルメタルにした方が火力的には上がったね。いや、え、ボスじゃないの。ああ10階がボスか。9階がボスか。とりあえずこんな感じかな。ソウル系はまだ来てないんで、魂の袋は今のとこいらないでしょう。さあ、ここはどんな感じだ。なるほど、なるほどね。よっしゃ、おーい、なかなか来るぞこれ。ここなかなか来るよ。ちょっと待って、まだ取るな、まだ取らない。よし、 OK、 パワーポーション取ればもうこいつはワンパンなんで余裕ですね。8回クリア。はいはい、クリーパーが多い今回。あ、いや、でもまあ2ステージぐらいか今のところで。あー、これはもうエリクサーで雷の杖があるか。最初からソウルダメしていけば使っていけるね。これ伸びでしょ、ここは伸びだよね、この感じは。え、これ間違いないんじゃない。何が来る。違った。戦いにくいな。オーケー、よっしゃ、
しよしよし、もうなるほど、はいはいはい、まあ余裕だね。あ、でキノコか。あークールダウン付き、スノーアーマーに変えてもいいね。あ、でもキノコいいな。キノコとこれ変えよっか。うん、虚無はもう武器か弓につくと考えてキノコでいきます。となるとちょっとアーティファクトの場所を変えよう。こっちの方が使いやすいかな。いいんじゃない、めちゃくちゃいいよ。 OK、おお、むちゃくちゃ減るぞ。でもここは食べ物むちゃくちゃ出るんで全然余裕ですね。余裕ではないかもしれないけども、おお、むちゃくちゃ食べていけば全然いける。 OK、 全然ダメージね。そりゃそうか、初期だもんね。弓がまだ初期なのよ。あー、虚無がないね。虚無がつかないね。仕方ないか。となると、あー、効果印入れていこうかな。エンチャントなかなか素晴らしい。でも入れるほどないんだよね、ポイントが。ポイントが入れる、うーん、これカメ、いいんじゃない。ポーションバリア入ってるカメで97だったらもう最後まで使っていけるでしょう。火力はないけどね、火力は全然ないんだけども、まあ、雪玉入れて、まあ、間違いないでしょう。長弾と火属性 OK、 いきます。弾数も178本、いった、仕方ない。オッケーオッケー。あー、これ逆にこれあれね、貫通がよろしくないか。いや、そんなことないわ、貫通しっかりいいね。お、ちょっと、ここちょっと待って、これはめられた俺これ完全にはめられてる。よし、でい、よっしゃ、あ、なるほどね。最初から、ああ鍵がない。最初から鍵を取りに行くと今回結構痛い目を見るかもしれないね。なんでクリーパーをある程度処理してから行くのが良さそう。あぶね、よっしゃ、オッケー、いいね、はい、なるほど。クリーパーとエンチャンターのね、この相性の悪さよ、なかなか厳しい。いや、本当にあの虚無がないね。虚無ないんだ。あー、この乱射もいいな。いいです、そのままいきます。あー、なるほど、なるほどね。まあ全然いいんじゃない。うん、虚無じゃなくても全然いいね。いくぞ、いって、お、いいね、はい、 OK、 で、あれ取ってドラで、あー、これ、あー、いや、反射結構痛いか、いけるか、あー、
ない、もったいない、もったいねえな。でもまあ次で確実に倒せるね、まあ、次で倒せるんで大丈夫でしょう。反射ダメージがちょっと怖いな。あ、やっぱり結構食らう。おお、ちょいちょいちょい、無敵になるの早すぎるって。まあまあまあ、でも速攻で倒せるからいいけどさ。よし、 OK。 では、はい、おいで、終わりです。13クリア。次、あー、このヌスッとも強いね。でもせっかくあれ上げてるからいいや。ほう、ここっすか。ちょっとパワーポーション効いてる間にある程度進んでいきたい。危ねえ危ねえ、いいね、すごい草刈りのところいいね。爆発でむちゃくちゃダメージ入る。何、あ、お前がいんの。他には変なやつ出てこないかい。クリーパーなんか出てきそうな気がするんだけど出てこないか。うん、クリーパーはなしみたいですね。痛い痛い、ちょっと持続のダメージが痛すぎる。 OK、 ナイス爆発、いくぞ。強いのいないね。おお、やぶれ、終わり、よしよし、14回終了。お、もう終わりだよ。もう少しで終了。いらないね。次ここはどんな感じだい。おお、ナイス、パワーポーション効いてる間にある程度倒していきたいですね。 OK、もう火力あんま足らん。強打入ってるけどもうそんなにバシバシ倒せない。もうちょっと簡単に倒していけるかなと思いきや、ナイス、いいね、めちゃくちゃいいじゃん。でもって、あー、落ちた、もったいねえ。まあいいでしょう、はい、終わり、15終了。おー、で次が商人か。あー、虚無はついてるけどもいいか。うん、やっぱ虚無は必要な気がするんで一応入れとけ。で、ここは武器ですよ。ああ、武器のエンチャントはもうこのままで OK、 あげない。でいきましょう。いやー、今回の武器選びの装備選びの正解がわからないな。何が正解だろう。 OK、 いいね、めちゃくちゃ強い。パワーポーション消えてたか。まあでもここは全然余裕で突破できるね。で、問題はボスよ。え、これテンペスト、もしやボステンペストじゃない、もしかしてさ。おお、ちょっと待って、蜂がついてんだ、いいね。お、黄金に蜂ついた。パワーポーション2つ、ラッキー。
こりゃ余裕だ。いいね。これ両馬王ので行ったのも正解かどうかわかんないね。もしかすると星夜で行った方が良かったかもしれない。ボス次第何が来る。おお、怒り。まあ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 、影の黒すぎな。いやいや、よ別によくはないけど。いけ、テンペストじゃない。なんだろう。とりあえず虚無を3入れていきます。で残りを別に入れるやつね。オーションバリアでも入れとけ。いきます。できれば影が出てきてほしかったけども。おおすげえ入った。まあ虚無そうね。いいんじゃないですか。何固まったぞ。全然ダメだ。よくない。オーバーチャージ3はなかなか面白いけども、せめて違う弓についてほしかったな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。